島始業式の演歌を祝う会会長の吉田さんとなりご挨拶を申し上げます。吉田会長よろしくお願いいたします。本日はご対応の中には関わりもせず、早朝よりおめでとう長島さん記念展の開催にあたりまして、桜田市、蕨和夫市長様をはじめ、多くのご来賓のご臨席を賜ることができましたことを、ありがたく存じ、心より厚く御礼申し上げます。ささやかではございますが、長島茂雄氏の生誕の地において、宇津木の地元ならではの写真の展示、そして思い出深い知らん知らんを皆様にご覧いただけることと相まり、嬉しい限りでございます。長島氏は常々本第一の野球人生の応援に感謝のお返しをと熱い思いを語られております。この会がこうして開催されることができましたのも、蕨和夫市長様をはじめ格別とのご後輩があったらばこそと存じ、感謝に堪えません。またこの会の発足にあたりましては、ご記念として快くお引き受けくださいました親戚同級生、そして日頃より長島氏に対する思いをお持ちいただいている皆様のご理解と誠心誠意のお力添えと、さらには各方面からの温かいご支援をいただきましたことにより、このように開催の日を迎えることができました。展示品の中には、あれ、この炭素は一体何と一瞬思われたかもしれませんが、長島氏とその同級生が恩師の佐藤雄善先生に送られたタンスで、裏側には一同筆字のサインがございます。佐藤雄善先生のご子息にあたられる現高尚寺ご住職様には、長島氏にとってこれが最初のサインであったようにと聞いておりますとおっしゃっていただきました。それにいたしましても、男の子が恩師にタンスを、そしてその裏には所狭しと書き込んだ名前今となっては何とも胸が詰まる思いでございます。これまで偉大なる活躍、計り知れない功績を野球界に残され、この度頂点を極めた長島茂雄ちゃんに、心の底よりよくぞここまで頑張ってきたわね、本当におめでとうと、私たちは声を大にして伝えたい気持ちでいっぱいです。本日より10日間にわたり、イオン宇津木店様のご協力いただきましての、この会場が日々賑々しく、大勢の皆様に記念会場にお越しいただき、長島茂雄ちゃんをより身近に感じていただけますれば、これ以上幸いなことはございません。おめでとう長島さん記念展に先立ちまして、これまでのあまたの方のご協力を心よりお礼を申し上げさせていただきます。心の心の大会のアシストとさせていただきます。本当にありがとうございます。